はい、それでは古宮晴選手インタビューを始めさせていただきます、はいはい、では試合が終わって率直な感想を教えてください。そうですね、まあ、とりあえず、怪我からの復帰と、まあ、階級を上げて新階級での一戦だったんで、まあ、とにかく勝ってホッとはしてるんです。してます。対戦相手の龍之介選手の印象を教えてください。そうですね、やっぱり前3ヶ月前ぐらい福岡でやってて、で、まあ、僕の、まあ、勝ってないんですけど、まあ、飛び込みが強いのと、リーチが長いという印象で、まあ、フィジカル面ではそこまでかなと思ったけど、いざ試合やってみて結構パンチ重かったり蹴り重かったりしたんで、そこでびっくりしましたね。なんか今回の試合に向けて、なんかこう用意していたものがうまくできたというよう なんかポイントはございますか。そうですね、まあまあ、試合で、まあ、対策してたのとかは、まあ、まだちょっと相手のイメージ印象が変わってちょっと出てなかった部分もあったしですね、まあ、出てたところはちょっとだけって感じですね。ほとんどダメでした。まあ、とはいえ今回で4連勝をマークできました。かなり手応えはあるんじゃないですか。まあ、内容、まあ、とにかく楽しもうみたいな感じですね。自分余裕持って楽しんだ方が自分がいい動きもできるんで、まあ、まあ、でも久しぶりに、前回2月に試合して8ヶ月ぐらいあって、まあ、でも楽しかったですね、はい、次の目標を教えてください。そうですね、まあ、ここで言うのもちょっと恥ずかしいけど、まあ、KO してで大阪大会だしのこうなんていうかね、お願いしたかったんですけど、まあ、KO できなかったんで、まあ、いつオファー来るかは分からないけど、まあ、次に向けてしっかり準備して僕の課題として倒せる試合できるように頑張りたいなと思います。それでは最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。前回怪我で試合がなくなって、残念な思いもさせてずっと待ってくださったんですけども、まあ、今回しっかり勝てていい結果を皆さんにこう届けれたんでよかったかなと思ってます。でももっと倒せる試合、面白い試合をできるように頑張るんで、これからも応援よろしくお願いします。